友情と決別が名画を生んだ。ゴッホとゴーギャンというね、またあの有名な画家がいるんですけどね、この2人が実は共同生活をしていた場所なんです。そうなんですか。あのひまわりが生まれたきっかけっていうのは、実はゴーギャン、ゴーギャンさんに対する自分の忠実の思いをね、この絵に託すと。真逆な2人の共同生活、恋人の部屋みたいじゃないですか。そう、同棲してる。そうなんですよ。こんにちは、永井龍之介です。アート探求サロンへようこそ。シンディ、こちらの絵をね、ちょっと見てください。これ何だと思いますか。どういう絵だと思いますか。これ、もう見るからに黄色い家。黄色い、はい、そう、まさに黄色い家っていう絵なんですけど。あ、そのままのタイトルですか。そうなんです。これあのゴッホっていうね、画家が、はい、知ってますか。もちろんゴッホわかりますよ。ゴッホとゴーギャンというね、またあの有名な画家がいるんですけどね、この2人が実は共同生活をしていた場所なんです。そうなんですか。この2人のこの黄色い家で過ごした生活が、その後のあのいろいろな美術に大きなあの変革を与えたということで、今回はこの2人に焦点を当てて、この場所でのあの2人の話をしたいと思います。友情と決別が名画を生んだ、ゴッホとゴーギャン。ゴッホはですね、1853年にオランダ生まれなんですね。もともとね、牧師の家に生まれて画廊を務めたり、まあ、伝道師の仕事をしたりして、その後も画家になってるんですけれども、非常にね、人付き合いが悪いというか、なかなかね、一つのところでね、仕事がしっかりできなかったっていうこともあって、まあ、その後も一人で、ね、画家をやるってことになったんですけどね。そこからね、もう一人のこちらのゴーギャンね、こちら1848年生まれなんですけど、こういう絵をか、なんか 見たことある。あります。すごい有名な絵ですよね。有名な絵ですね。太平洋のね、タヒチ島の女性を描いてるんですけれども、タヒチで行って、そこで結構長年暮らしをしてね、まあ、そこで現地の人と交わりながら、こういう絵も描かれていたんですね。原始時代の生活がそのままあるという時代のタヒチに何かシンパシーが感じたんでしょうね。それで実はですね、ちょうど印象派がね、あの展覧会をやっていた時代に、ゴッホもオランダからあのパリまで出てきて、まあ、そこでまあ絵をあのやるんですけれども、で弟がね、画商だったんですよ。だ かなりだからゴッホお兄さんをね、支えていたんですけどね。逆なんですね。弟が支えてた。結構弟テオとね、その手紙のやり取りをしていたのが今でも残ってるんですよ。でどうしてあの画家を志したのかとか、絵が売れないけどちょっとお金を送ってくれないかとかね、そんなことがね、そんなやり取りがね、実は手紙でたくさん残ってたんですね。まあ、今でこそね、ゴッホとゴーギャンってもう巨匠ってことで大変なまあ値段がつく2人なんですけど、この時代はね、全く絵が売れてません、2人とも。だそういう2人がまあ出会ったんですね。ちょうどこの、 あの19世紀後半なんですけど、ジャポニズムっていうブームがあったんですね。まあ、印象派でもちょっとね、話をしましたけど、浮世絵だね。そう、これね、これ葛飾北斎の136景 の、はい、あの神奈川沖並み裏のですね、それまでの西洋のアカデミズム、そういうものではなくて、平面の中に斬新な構図とか美しい絵があの日本という国で生まれた、その当時の若い印象派の画家たちが非常に新鮮に受け止められたんですね。ゴッホも非常にその勢いに大変なのシンパシーを持った。でゴーギャンもかなり日本の絵に影響されたということで、いわゆるジャポニズムが2人の絵をお互いに認め合うことにはなったんですよね。これね、有名な、これゴッホのパリ時代の絵なんですけど、これは見たことあります。タンギー爺さん、タンギー爺さんっていうのはね、画材屋さんでね、多くの画家が絵の具を買ったりキャンバスを買ったりしてたとこなんです。ここにね、背景にこれ浮世絵、はい、思いました。富士山あったり、桜あったり、芸者さんね、芸者さんがいたりね。これゴッホがまさに本当に自分がね、あの浮世絵が好きでね、集めてたんですよ。でそれをこういう形でね、絵にしてるんですよね。花札みたいでいいですよね。絵が売れないから、お金をないにもかかわらず、あの浮世絵だけはね、たくさん買ってたんだ。多分これテオの援助でね、買えたんだと思うんですけ ど、まあ、それをこういう形で絵にした、これ代表作ですよね。で、まあ、あの最初にあの紹介したの黄色い家ですけど、はい、あれがあの南フランスのアルルっていう土地にあるんですが、あ、すごい、なんか黄金色に輝く土地なんですね。でなぜ憧れてアルルに住むようになったかというと、アルルと日本を重ねてたんですね、ゴッホは。ここが？そうなんです。まあ、もちろん日本に行ったことないんだけれども、そのアルルっていう土地がね、非常にその日が差すさんさんとした明るい土地だし、水もきれいだし、女性もきれいでっていうね、黄金の国とかジパング、
って、はいはいはい、日本は、はい、あの思われてたんですね。ということは日本が大好きってことですね。日本大好きでね、実はねこの黄色い家であのゴッホが住み始めたんだけど、ここでですね画家たちのねその共同生活の理想郷を作りたいっていう思いで、ずいぶんいろんな人にねあの手を通して呼びかけて、これ一緒に住んであの新しい家を満たさないかっていうことをね相談してるんですよ。だから大きいんですね。なんかお金ない割に大きい家だなって思ってたんですよ。でここで共同生活するためにこういう大きい家っていうのもあるってことですね。そうですよね。何人かの人にその呼びかけて手紙を出したりしたんだけど、唯一それに応じたのが最初に紹介したこのゴーギャンなんですね。そういうことなんだ、うん、それで実はですねゴッホというとあのひまわりが有名なんですが、私も大好きです。あのひまわりが生まれたきっかけっていうのは実はゴーギャン、これですね。そしてまたひまわりっていうのが忠誠とかね、忠節とか愛を意味すると、ですから、うん、まあ、ゴーギャンさんに対する自分の忠節の思いをねこの絵に託すと、飾ってね迎え入れようということでひまわりの絵を描きましたね。あ、豪華なひまわりっていうのは実は7点あるんです。でなんかゴッホって言うとひまわりってね、はい、イメージがあります。有名ですよね。実は日本に1点あるんです、ひまわりの絵が。そうなんですか、うん、見れることはできるんですか。見ることできます。新宿の損保ジャパンの美術館に実はひまわりの絵がね常設で見ることができる。そうなんですか。1点あるんですよ。これ貴重な話なんです。行かないと。そう全然知らなかった。で、まあ、日本でもね有名なんですけど、純粋なね絵に向き合う姿とか、そこでなんか美の理想郷を作ろうというその思いにすごく関心をして、ただゴーギャン自身もまあ絵が売れてなかったので、そこにはかなり実は打算もあってね、あのゴッホの弟のテオに自分の絵を扱ってもらえば売れるかもしれないという思いもねあったようなんですよ。ちょっと最初は利用してやろうという気持ちが入ったってことですね。人間ですからね。最初はねそういう気持ちありますよね。やっぱりそういうことで、ね、2人の共同生活が始まると。真逆な2人の共同生活、うん、そうですよね。これから共同生活するってなったら、共同生活やっぱ性格とか相性とかめちゃくちゃ大事じゃないですか。真逆ね、もうすでにダメそうですけどね、真逆って言われたら ね、どうかなって お互いに思いはあったと思うんだけれども、やっぱりただ美の理想郷を作るというね一つ の、はい、あの共通点、思い、そこでまあ合致してやろうということでですね、9月の半ばから12月まで約2ヶ月間の間にゴッホがね大体37点かな、それでゴーギャンがその間21点書かれています。これ結構数として多いんですよ、画家としてあの点数としてはですね。2人で、まあ、最初の頃はね仲良くというか一緒にその戸外であの制作をしたりですね、結構いい感じで過ごしてたんですけれども、ゴッホっていうのはよくリアリズムとかね写実って言いますけど、見たものしか描けない、うんうん、で一方ゴーギャンはイメージで描く、真逆ですね、真逆なんですよ。ただゴッホはゴーギャンも先輩として慕ってるところもあったので、ゴーギャンのようにイメージとで描きたいと思っても描けないんですね。そういう葛藤っていうのが多分あったと思います。まあ、そういう中でまあ2人で生活をするんですが、基本的に違うところがあるのでぶつかるということになるんです。まあ、2人でまあ共同生活をするんですけれども、これゴッホが描いたアルの寝室、まあ、これはアル時代の有名な絵なんですけど、これね、まあ、ここにねあのゴッホとゴーギャンの絵が飾ってあるんですね。あ、お互いの絵なんですか。そうでここにあの椅子が2つありますけど、これまあ2つの椅子、うんうんうん、そしてベッド、枕が2つあるんですね。どういうこと？なんかちょっと恋人の部屋みたいじゃないですか、うん、同棲してる。そうなんですよ。でゴッホからするとこういう生活をまあ理想としてたわけです。ゴッホの恋愛対象は？ゴッホもゴーギャンも別に同性愛ということじゃないんですけど、やはりゴッホはですね非常にその熱情というか、思い込んだらもう一筋というかね、うん、ある意味で狂気をはらんだようなところがあって、で、まあ、ある意味でまあ友情なんだけど、友情が本当に何かその愛情に変わってったって、ゴッホの方がね。友情と愛情が紙一重っていうのを表してるってことですか。そういうことですよね。で、ここでね、これあの有名なねゴッホの椅子、ゴーギャンです。これもあの2点ともゴッホが描いた絵なんだけど、はい、ゴッホっていうとねよくあのパイプを加えた自画像とか有名なの、うん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 、でこれパイプ、これがまあゴッホを一つイメージしてるわけね。でゴーギャンはやっぱりこのろうそくで灯した部屋でその本を読むというね、まあ、これがまあゴーギャンを象徴してるわけですよね。でこれがまあゴッホを象徴して、まあ、それが2人の、 あのそれぞれの椅子でまあ生活をすると
いやもう椅子の豪華さのレベルの違いが私はすごく気になります。それもねありますよね。だからちょっとなんか女性的ですよね、うん、なんか男性を立ててるというか、うんうん、支えてるような見え方が私にはすごくします。だからゴーギャンからするとこの椅子でこういう本を読むということがもう自分 の、 あの生活になってますよね。ゴッホはやっぱり椅子に座ってる時はまあパイプを加えてまあ 休憩時間みたいなね、うん、部屋のねなんかテイストの感じも、うん、こっちはちょっとどちらかといえば質素で豪華な感じが、そうそう、うん、なんか真逆っていうのがこの椅子にも出てますね。まあ、それをまあ象徴したまあ2点の作品ですよね。わかりやすい、うんうん、そして実は2人がね決別のきっかけとなる実は絵があるんですよ。ゴッホとゴーギャンの決別、衝撃耳切り事件。これ本当に耳を切っちゃう事件が、その耳切りってことですか。そうです。これメンヘラメンヘラ実は美術界で大変有名な話なんですけれども、実際に切ってしまうんですね。これひまわりを描くゴッホという、これはゴーギャンが描いた絵なんだけど、はい、ここにひまわりがあって、これひまわりを見ながら、はい、逆上してもう耳を切った。目の前で自殺、他殺、ゴッホ死の真相。持ってた銃が暴発して、実は病院でですねやっぱり警察の聴取なんか受けるんですけど、今週のおすすめは軽井沢千住博美術館をご紹介します。2011年に軽井沢でオープンしたんですけれども、企画段階から美術館建設に実は関わらせていただきました。この設計が西澤龍英さんという方、この方も実はその日本を代表する建築家です。実はこの美術館ですね、全面ガラス張りの美術館なんですが、美術館としては考えられない構造なんですけれども、まさに千住さんの作品をいかに美しく見せるかという一点でですね、見事な建築になってるんですね。全面ガラス張りですから、軽井沢の自然に囲まれた中に千住さんの作品があるというか、実はスタイルになっていますので、本当に素敵な美術館です。千住博です。軽井沢千住博美術館も、立ち上げは永井さんが一社で本当に全力で、関わってくださいました。本当に感謝をいたしております。これからもどうぞよろしくお願いいたします。この軽井沢千住博美術館のギャラリー館というのが実はありまして、軽井沢あるいは信州ゆかりの画家の展覧会を夏限定でね企画をさせていただいています。今年はですね、この8月3日から8月29日まで川島純次さんの全版画展ということで、長屋がある企画でこれから開催します。また年々周りの植栽がですね成長しているので、私も毎年行きますけど、本当にその姿が変わっていくんですね。本当にその千住さんの絵画、西澤さんの建築による見事な美術館ということでね、もう世界的にも評価されうる美術館だと思います。私も夏の間は折々に軽井沢行ってますので、また皆様とお会いできる機会があればいいと思います。